じゃろう。ああ、どうじゃ、暑いじゃろう今日。なんかあの日焼け止めというものは塗っとるかちゃんと。塗ってないか。塗ってないか。そうじゃろ、せっかくの肌がの、ピチピチな肌が。うん、黒くなっちゃうともったいないからな。うん、おー、そうか、トーマ。トーマよ。あ、いかがなされました。今日は虫がよう飛んどるの。もう、その時期でございます。そうじゃ、今日、実はこれ、裏話じゃが、わしら演舞始まる前の陣幕の裏で、実はあの親方様に蜂がたかったんじゃの。まことじゃ、蜂がちょっとたかってきたんじゃ。親方様ええ匂いするからの、肌になったんじゃ。そしたら親方様がわしを睨むから、もう、まあ、分かるんじゃ、もう目で、ああ、何を しようかと。わしがこう蜂の前に行って、すごいけーって親方様を守っておったという戦が実は陣幕の裏だ。トーマ知らんかったか。いや、先生はちょっと、そうか、ずっと控えておりましたね。そうじゃろうな、申し訳ませんでした。お主ら陣幕の前で笑っとったもんな、ってなって。まあ、埋設をしながらね、埋設をしてこう、楽しくやっておったからの、ああ、ああ、その時わし必死に蜂を越えて怖いって思いながらやっておった。怖いのをこうやって親方様に近づくなと思いながらな、やっておったんだろう。まあでもなんか、A の、まあ、花も、うちの花はみんな嗅がれたか、匂い。ものすごい A 入室せんか、あれ。えらい A 匂いがしますよ。あちらに藤棚が。そうじゃ、そうじゃ。じゃあ、みんなのもの分かるか、あそこにあるのかな。すごい A 匂いなんじゃ。ただの、あそこ蜂めっちゃおるで。気をつけた方がいいのは。熊蜂がいない。で、親方様にたがっとったのも熊蜂。なんかの面白いのは、わしのチンパウリと同じ色の、こう、あれなんだな、クマバチって。ああ、ハチが。うん、ハチが。真っ黒いの。そう、そうじゃ、そうじゃ。だから、なんか、ちょっと、なんか、ええのみたいなこと思っとったんだけど、なんか、わしと同じ色かと思っとったら、親方さんにたかっとるから。ダメダメダメって思うよ。ダメじゃぞって思うよ。ハチも、ハチもやはり、うん、秀江様と同じく、信長の名前をお使いしたかったのでは。ゆりさん、なりませんか。なり、ならん、ならん。うん、それはならん。親方様はわしが一番じゃん。わしが一番大好きなんだから。わしが親方様を一番大好きなんだから。親方様が誰を一番好いとるかはわしはしか。じゃが、まあ、あれじゃろうな。わしかな。わしかの。でございましょうか。そうじゃろ。多分わしのこと一番好いとる。あ、うん、そうじゃろ。うん。聞いてみるか。うん、ああ今日のわしの命になる。それはあかんと思うな。今日はわしの命になるのよ。天気なのに。太鼓日和。太鼓日和。太鼓日和。そうじゃん。太鼓日和じゃん。太鼓がこう出陣した時に晴れた日は太鼓日和ってわし勝手に名付けた。さようでございましょう。ああ、そうじゃ。あ、これは強い知らず申し訳ございません。知らなかったのか。じゃあ今日から、今日今学びました。学んだか、よかった。じゃあ皆の者もあの晴れた日は太鼓日和と、ぜひとも皆様太鼓日和覚えて帰ってくださいませ。嬉しいの、なんか拍手もらっちゃう。もう秀吉様とあればもういつでもいつ何時でも秀吉様がひとたびもう何かすればもう拍手の巻き起こりますらしい。そうか。いいこと言ったのは。よし、じゃあポーズを決めよう。はあ。拍手もらっちゃったぞ。秀吉様の人徳にござります。秀吉様の人徳か。そうだよ。まあでもなんかいつも毎週同じこと言っとるかもしれんが、お腹減ったの。
何食べようかの。きしめん。きしめん。毎週きしめん食べてる気がするの。そろそろあのカレーライスというものを食べたいな。カレーライスはもう蘇った当日に食べられました。食べたが、まだそれ以来食べてないんじゃわし。カレーライスという。ああ、それでございます。うん、そうそう食べたいの。ただこう、みんなの前に出る時の前にカレーライス食べるとかあるわし。この辺に口元についてるとちょっと困るからな。わしはあんまり食べんようにしておる。うん？さあ、みんなのもの、何か聞きたいことがあれば、ぜひどうぞ。お、これも毎週の通りなんじゃな。わしが聞いても誰も何も言ってくれん。恥ずかしがり屋なんだな。蜂は刺す、痛い。信長様、切る、死ぬ。この違いじゃ、こっちが怖いなって言わんわし。もう一回言うぞ、蜂、刺す、痛い。信長様、切る、死ぬ。この違いじゃん。そうじゃろ。信長様、やたらめったら切るわけでもないわね。わしが信長様の、悪いところ言ってるんじゃないぞ、はい、信長様をわし大好きじゃから言っとけろ、わし大好きじゃからだからわしが言ったらんからよう怒られるだけであって、まあ、怖いのも事実だな。まあ好きじゃぞ、大好きじゃぞ。の親方様はもう早く来てほしい早く来てほしいのと思ってる。ああやって近づくじゃろ、誰か。あれ、もっとわしだからの、こういう横におってんのは。ダメじゃぞ、あんま近づいちゃ。のう、トーマ。はい、さようでございます。焼けるの。焼けちゃうの。いや、ね、お主らも。あ、まあ、こんな言い方悪いけど、やっぱり。信長さんの者たちも信長さんにちょっと近いんじゃないか。わしの方がやっぱ近くのが感じがする。わしが刀持つし、わし仰ぐし、わしマント着せるし。しかしやはり千様ももう天下人になられたお方にございますので、それをさせるのはちょっと我らが心苦しゅうございます。いや、まあ、神田さんの者たちは仕事がもう早いんじゃ、本当に、うん、こう頭の回転がええからの、もう気づいたらもうやってくれとるから、もうお手上げじゃん、わしらも。ありがとうございます。どうもあれ、取ってちょう、もう取ってちょうぐらいでもう持っておるな、おいしい。それはもう秀吉様から学びました。ああ、いいこと言ってくれるの。そうじゃそうじゃ、うん、わしもここから出世していったからの、うん、のさよにございます、うん、わしを教訓にしてこれからも頑張ってまいれ。はっ、励みます。よし、今日も緑が綺麗じゃ。雲一つないの。なります。後ろは向かないと思う。前だけを見せて来てもらいましょう。までは決して後ろは振り向けません。そうだな。前をご覧くださりません。そうか、もう一つござりません。そうじゃろ、はい、もう一つないの。まあ、ええ、晴れただけで太鼓日和じゃな。雲一つない時は何日和じゃろうな。ああ、さようでございますね。本日が太鼓日和であれば雲一つない。雲一つない。真っ青な。真っ青な。晴天。晴天。それが。それが太鼓日和じゃな。私が初陣のツアーを終えたっていうのはご存知か。誠に楽しかった。以上だ。まあツアー最初だったからのとても緊張したんじゃが、
あのしっかりわしがこう言ったことのそのものも理解してくれて楽しんでくれて、こう手を叩いて笑ってくれたというのをとても嬉しかったの。あ、誠にございます。お、そうじゃ。ではですね、まあ、これ皆様名古屋城ツアーというものがございまして、まあ、旅行会社様などで申し込んでいただく、まあ、観光客がですね、この名古屋に参った際に名古屋城の魅力チートでもね知っていただければと、我らが行っておる名古屋城ツアーというのがござるんですが、このぐるっと城内を40分ぐらいかけて回るものなんですが、秀様ですね、じゃあ皆様が名古屋城ツアーに参加したくなるような見どころ一つだけをちょっと冒頭部分だけでもええんで、そうか、触りだけお話しいただければ皆様も、参加してみたいと、皆様秀様のツアーにどっと、まあ、武将様は選べませんけども参加されるやもしれません。ああ、そうか。ちょっとした名古屋城の魅力なんかをお伝え願えれば。そうじゃの、名古屋城の魅力、まあ、まずツアーというものをわしがすごく無駄に笑顔で来るぞ。参加者だとするとの、この辺で、まあ、正門あたりで待ってるみたいな、はい、まあ、いつものわしだと、まあ、今日見てもらったと思うが、まあ、こういう風にちょっと、まあ、こう睨みつけるように出てくる、ただツアーの時秀様お前言ったもうこんな感じから笑ったに参加してちょ、うん、面白いから。もう皆様冒頭で今秀様おっしゃいましたけど、冒頭でこれでございますからね。始まりがこれでございます。そうか、はい、順を追っていくのか。わし今終わりじゃぞ。今始まりがこれでございますね。あ、そういうこと。後の40分間まこと楽しきツアーになることはもうこれ間違いございません。ぜひとも名古屋城ツアー、JATB でございまして、まあ、近鉄だったりね、日本旅行だったり、そういった旅行会社様で、はい、ございますので、ぜひともよろしければ、お機会があれば。あ、来てちょう。うん、どうも。はい。まあ、一応。いや、食いついてこない。餌をこう、ポイってやったら、ガメってこなかったから、難しいな。いやでも本当に参加してちょ、まあ1回ぐらいはの、なんかここでは話せないこと、なんじゃろうな、写真撮影の時に話せないことがやっぱりツアーで話せるもの、こうもうちょっとなんか近くなったり皆のものとしたりするんじゃろう。だからあれは面白いなと、ツアーはツアーで、なんかそんなにもうなんじゃろうな、こう淡々と進んでいくものかと思いきや、意外とこう、まあ、話は今でいうコミュニケーションってやつが取れる。ぜひちょっと武将様お笑いをちょっと間違えました。あ、どうぞ。心細いな。お前行っちゃった。日野正早く来ないかな。日野正、あ、日野正ほらどこ行ったの。あ、おっとおっと、ひょうさん、ひょうさん来るの、どうどうとしとかんの。ちょっと気分が悪いかな。ご縁らしかったね。親方様でございます。私今日はお腹が減ったなということを皆に伝えて、でツアーの楽しさをちょっとばかり教えておりました。わしも教えて。あ、そうでございますか。じゃあ教えます。わし私め猿は。こういう演舞の時の出陣の時は出てくる時こうちょっとこう睨みつけるように出てくる。
が。なんじゃ？なんじゃ？ツアーの時は、もし親方様がツアーの参加者だとしたら、こういう風に笑顔でこうやって来るんでございます。親方様、親方様、今日はよう参られました。私めのツアーに参加していただき誠に恐悦至極でございます。ではあちら地図がありますゆえ出陣。ここにある地図、二の丸、西の丸、二の丸、ドキュマルという3つの場所に構成されているのが名古屋城でございます。名古屋城を甘がむんじゃねえよ。何回言ってきたんだよ、お前名古屋城。親方様の顔が想像以上に怖くて。怖ないじゃろ。もうな、あのな、お前がな、怖い怖い言うからな、本当にあの秀吉様をいじめないでくださいとか、本当にあの皆さん怖がってるから本当にほどほどにしてくださいとかな、すごい言われるんじゃけど、どういうことだと思う。しかしそれは、殿下と二人で中村公園に参ったんですが、秀吉様は熊も恐れておいてでしょ。熊門がわしに体当たりしてくるということでですね、恐れておいてでした。熊門の顔で怖かったらですね、恐れないものはないかなと。そういうことか。やっぱしゃあないと思うな。そうだ、前はましてや信長様の顔でございました。ましてや、いやいや、そんなに深い意味はございません。まあツアーっていうのは私も結構好きなんですけど、あんなに行さん喋ることってなかなかないですけど、演舞の後にな喋ることって言ってもそんなに歴史的背景をたくさん喋ることがないゆえに、まあ、本当楽しいよな、あれはな。そうですな、まあ別にここで話しても良いのですが、あれですな、やっぱこうツアーとなると必ず最初から最後まで聞くっていうので、なんて俺が言うに話せることっていうのがありますでしょ。で、その場所に行って話すことによってやっぱりそのだいぶ具体的にあの南浦の頭の中に入るということで、さようですな。まあ一つな、その約40分間じゃかな、あ、喋り続けるんだけど、その中の一つだけでもな、正石のこととかな、旧名古屋城のことを一つだけで覚えてくれれば、まあ、それでよくて、またあそれを他の者に喋ってくれたらな、明日から使えることをたくさん言ってるからな。なんかこういろいろ話する中でどれか一つぐらい面白い話であるだろう、こういうことでございますか。はい。違うぞ。まあ面白い話っていうかな、そのへえと思うことが、あ、人それぞれにこの何ですかの、この好みの話が違いますよね。そう、感性が違うから。わしなんかもう8割石の話しかしとれない。でも石の中でもこうなんか、そうですね。これは花崗岩といって、これは花崗緑泉岩といって。それをへえと思うかわからんけども、その現世との結びつきが何かあると。例えばわしなんか言えば、その城下町作って。で、民の一つの生活空間を生んで、そこに税金をかけない、商人に税金をかけなくすることによって、1個買えてたものが2個、3個と買えるようになるんだよっていうことを旧名古屋城のところでやったんだけど、はあ、それはいわゆる何かって言ったら、ノブノミックスだよっていうことを言った。あぁ、そうすると、これ出してしまって大丈夫ですかこれ。別にまた違うこと話せる。違うこと話せる。でもそうすることによって、ああ、そういうことか。なんだか参勤交代もそうじゃろ。はいはい。活性化するためにそういった、まあ、ことをやっていくということで、まあ、今必死になんか上の方はいろいろやってるけども、そういうところをこう何かな、変わっていけばいいんじゃないかと。ああ、じゃあ戦国時代も現世も一緒だと思ってくれればそれでいいです。
それからあそこの金のシャチっていうのはわしは本当によく言うんだけど、左側がメスで右側がオスなんだよな、はあ、あれ左側のメスっていうのはちょっと丸みを帯びとるじゃろ、背がピンとしとるの、こっから見ても分かりまするな、なオスの方が背がピンとしとって、メスの方がキュッと丸みを帯びとる、はい、これはあのオナゴのしなやかさを表現しとるっていうことなんだけど、これはやはりこうオナゴにとっては希望だったんじゃろうな、オナゴは しなやかにあの美しくあってほしいっていう希望を多分シャチに込めて作ったんだろうなと思うんだけども、まあ、現世においてもそれは思いは一緒で、なかなか女子の方が強いなぁと、やっぱりしなやかな方がええなぁという思いが今でも続いとるというふうにわしはいつも思って、もうしなやかか。拙者なんかはこの距離から見てあの違いが分かるというところに自分の視力もまだまだ捨てたものだほんとな、目ん玉につけやいいやん、なんかあれを、薄紙をあのよく見えるようになる薄紙を男性、いや、しかしですな、まあ、遠藤だと皆との距離はこの、うん、もうちいとこのぐらいですかな、このぐらいまで離れるとあの顔がぼんやりし始めるというですな、これぐらいがちょうど良いです。そうだな、あのお主はあの会話能力というかコミュニケーション能力が著しく低いゆえに、自慢ではありませんか褒めてないです、ゆえに あまり人と人との目が合うすぎるとあのチートばかり動揺してあのそうですな、ごもり始めますね、ごもり始めるゆえにちょうどその目が見えないぐらいがちょうどいいと思います。そうですな、ええ、よく言うんじゃ、あの絆の時もあのしっかりなんだけど、やっぱりちょっと薄暗いじゃろ、このようにあの昼間っていうのは太陽が当たってるわけじゃないから薄暗い中でもやったりする、いやー見えんのですな見えんのですなっていう、だったらつけろやんいやそれはちょっとできないんですよ、なんでって言ったら、いやより人の目が見えるから、たわけかこいつと思ってさあ、ひもさそんなに人見知りだったのか、あの犬と会話するの得意なんですか、得意って言うの、得意だよ、どういう風に会話を、犬がそれますので、あの首輪を持ってこっちにまず引くで、こう胴体の方が向こうへ逃げますので、その胴体を手で掴んでこっちに寄せますそして固定します終わりですそれ会話になってないじゃん寄せたいだけじゃん。そんなあれ犬好きなの？いやまあ そこまで詳しいわけでは。動物が好きな。生き物が好きな。なんでしょうな。虫は？虫はまあ食料がなくなった時には。あそうですか。ヘビとかですか。トーマなんて前その名古屋城の平日で道にトカゲかなんか取ってわしはまピタッと足で止まって、トーマトカゲじゃん。どうにかせい、したら近寄ったらこう捕まえたの、死んでおります、捕まえてそのまま、じゃあ行きましょうっつってなあ、お前トカゲ食っとったな、はっ、需要共存に漢方薬に使われたりしますから誠に嘘じゃろ、まあそこはまあうやむやにしていただいて、わかりますでも食っとったからな、わしはなんか基本的にはそういうものはちょっとばかり、あの嫌いって言ったらいかんのに苦手な方だから、別に最近はでも、現世によみがえり、3年も4年目になるんじゃけど、だいぶ犬ええよ、わし。いや、もう、昔はな。昔っていうか、そのちょっと前は、もう、本当に、ってなっとったのを、周りが遠目からお主たちだぞ。お主たちが苦手なのに、いいで、その、観光客とかもうそんなこと知らないから、あのどうぞどうぞ触ってくださいみたいなことで、わしの距離がどんどん遠くなってるのをペシャパ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 シャニヤ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 するもんだから、それがちょっと腹立ってわしだってできるんじゃからなと思って、ちょっと触るようになったら少しずつなるほど改善の兆しが生まれてきた。まあ今はですな、めでる
最悪だな、あれはあの弓とかの練習の的じゃったからまことに犬とかはな。で普通にもう見殺しておったんだよ最初は、ね、ただ数が減りすぎたゆえ途中からあの弓矢がこう刺さらないこう丸い当たるだけのやつにして、それを的にしてこう練習してたっていうことなんだけども、まあ、それはそれでちょっと残酷だった今の現世的な感覚からするとその時は別段そういう感覚はなかった。あと猟犬とかな、猟犬な、猟させて。だから誰でしたから、なんかクソお前か、ひらめき下手すぎる。タヌキとかこの穴に入って捕まえるやつおるじゃろ、あの犬。あれはあのようにその訓練させて、はあ、あの改良して何が生まれたかったらミニチュアダックスが生まれたんだな。日本でも戦国時代に初めて犬を偵察犬として使った武将で、それが誰だったかなって下手くそ下手くそだから戦国時代にやっぱりその軍用犬という形でこう使われ出したという、まあ、そんなこんなで、はあ、もうだいぶ腹も減ってきておろう私らもな、はあ、私なんかもうペコペコではいいトカゲを探しハクマだけにしてくれよ絶対ハクマそんなもんまあそんなことなんでまた昼より2時半より、我々演舞を取り行って、まあ、南々と共にまた写真撮影等々を行っていきたいと思うゆえにこれからもよろしゅうということでいい昼をさらばじゃありがとうございます。ありがとうございます。